残念。マナティではないんだな。マナティではないんだな。おじさんの方なんだな。君、ツイッターのいいねもめちゃめちゃ早いよね。すごいびっくりなんだけど。あなたね、あなたアンチなのにね、ツイッターのいいねとかめちゃめちゃ早いよね。びっくりなんだけど。すごいアンチだよね。監視してるよね。動画を上げたり、ね、なんか画像を上げたらもうすぐいいねするよね。びっくりなんだけど。じゃあ、俺ちゃんやで。俺ちゃんやで。もうね、配信するネタがないわ。あやで、キツネ枠やからやで。キツネ枠やから、そっちも言いたいこと言う分、俺ちゃんも言いたいこと言おうと思って。そこから普通の枠の時は、別に、多少言われても、ああ、そうっすか、みたいな。キツネ枠の時は、荒れるためにキツネ枠してるから。で、キツネ枠はマジブロックするから。で、これから、こっちの枠も、徐々にね、ブロックゲーしていこうかなと思って。でも、ついに同級生もオワコンになったな。なあ、言うてやろ、あんなことしてたかってな、いつかオワコンなんねんって。なあ、YouTube でチャンネル登録数が1080人いってても、な、再生数が少ないからね、YouTube でのアドセンスも入ってこないし、アイテムも最近飛ばないし、ね。協定は当たんないし、FX は儲かんないし、あれ完全オワコンだろ。見て、こんなんで10人来たで。他に見るものあるだろう、別にたくさん枠今日は。ねえ、今日たくさん枠ない？そやろ、どこもかしこもオワコンばっかりやから、だからこんなもんでいいね。こんなことしといたらそれでいいねよ。ふわっちかーんた。ふわっちなんて面白いやついないんだから。お前つまんねえってコメントわー来るけど、じゃあ俺より面白いやつをいるのかよ。いるのかよって。どいつもこいつもオワコンなんだから、ね。ふわっちなんて面白いやついないんだから。あ、マジで YouTube 見てもあれおもろないの？いや、YouTube 俺ちゃんね、長いから見えへんねんけど。あ、忍者です。忍者です。もうこうやってね、人参集めてるだけでね、忍者です。人参集めてると、なんかこれ人、めっちゃ来るやん。どうしたん？また騙された。また騙されたの、お前ら。お前らまた騙されてきたの？また騙されたの？ね、あ、忍者です。忍者です。また騙されちゃったの？ね、今日俺ちゃんなんか、ごちゃんにも何も URL も貼ってないのに、なんかもう20人来たけど、すごない？含み益、いや、含み益は減ったけど、含み益も減ったし、4万円出金したから、残高も減ってるけど、2万円切ってもたけど、あ、今日、キッズがおんねんな。キッズのアホどもが引っかかったよな。キッズのアホども引っかかっちゃった。ね、土曜日の朝っぱらからね、どっかの女の子が、もしかしたら上半身裸で配信してるのかなと思って引っかかっちゃった。残念。お茶でした。お茶でした。フレッチカンタ。20人集めるの楽勝やな、マジ。何もせんでも集まるな、これ、最近。おすすめ乗ってるって楽よね。おすすめの効果絶大よね。ちょっと上の方にピピピピピって言ったら、もうね、アホどもがつっかつきにわらわら引っかかってきてよ。おめえら。土曜日の朝っぱらから上半身裸でね、寝っ転がってる JK が配信するとでも思ったか、お前ら。ねえ。ねえ。正直言うてみ、思ってた？思った？引っかかった？引っかかったやったら引っかかったって言ってくれたらええんやで。ま
だまだ引っかかってんで。うわ、よく引っかかっとんな。よく引っかかっとんな、お前ら。ねえ、土曜日の朝っぱらからチンコを立てて、朝立ちの勢いで女にしようと思って、枠開いて、あ、なんかお姉ちゃんが上半身裸で、女の子が上半身裸で配信してるかも、と思って、ちょっとおっぱい見せてって、うちに来よう、コメントうちに来ようと思ったら、いきなり仮面のおっさんやで。ねえ。ねえ。女にしようと思って、エロエロモード、エロ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 のでね、クリック、女の子かな、上半身裸の女の子かな、おっぱい見せてってコメントしようと思ってうちに来たら、ね、仮面のおっさん。しかも、日雇いおっさん。日雇い派遣おっさん。しかも、ポスティングしてるおっさん。だまみろ、お前ら。お前らバカだろ、マジで。ね、土曜日の朝っぱらから35人がね、エロエロ脳でね、枠開けたらね、おっさんがね、上半身裸でね、わっけわからんこと出るだけ。うん。アホやで。アホやで。マジでアホやで、こんな。でも、アホが見るやつやで、これ。ね。あ、物好きなアホが見る枠です。ね。ペカ！昨日めっちゃペカって、6000円で1500枚入れたから、その前の日の2万円負けも取り返しやったーと思ったら、そっから全の間でしたわ。もう生きてる心地なかった。その後1万円突っ込んでも負けたし。もうね、金くれ、金。お金ちょうだい、マジで。ね、今見てる人お金ちょうだい。ね、もうアイテムとかめんどくさいやろ。ね、振り込み先打たるわ。ね、リソナ銀行新大阪行きましてん、リソナ銀行新大阪行きましてん、普通口座621686462168464。リソナ銀行新大阪行きましてん、普通口座621686464。こちらでお待ちしております。ね、うん、もうこちらにね、パチンコ代、競馬代なんでもちょうだい。ね、ふわっち簡単、お金ちょうだい。いろはさん忍者です。きなこのじさん忍者です。あ、マジで？月野さん了解？マジでお金入れてくれる？ね。入金されたらすぐに通知来るから分かるのよ。ね。入金されたらすぐ通知来るから分かるのよ。言うとくけど。ね。ね。入金されたらすぐ分かるんだから。うん、嘘ついたってダメよね。入金されたらすぐ分かるんだから。お金ちょうだい。はい、クリームちゃんさん忍者です。130万円振り込まないやつ全員ブロックな。130万円振り込まへんやつ。130万円のお布施振り込まないやつ全員ブロックだから。うん、そんな視聴者いらないから。ね、うん。そんな閲覧とかいらないから。お金が欲しいだけだから。ね。お金が欲しいだけだから。閲覧とか別にいらないから。ね。お金振り込まないやつ全員ブロックだから。うん。早く。お金ちょうだい。振り込んで。マジで。ね。速やかに。ね。速やかに、比較的速やかに振り込んで。ねえ。アイナさんにじゃないです。うん。そう、レターパックでも、現金書き留めでも、とりあえず送ってきて。うん。ねえ。見て、こんな枠50人見てんで、アホやろ、お前ら。ねえ。また釣られちゃったの。ねえ。今日リスワンとる？今日リスワンとる？おじちゃん、この枠の後、髭剃ったりとか、風呂入ったりとかして出かけるけど、リスワンとる？ご飯食べて帰るよ。今日頑張ってリスワン取ろうかな。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 じゃたまにはリスワン取らしてや。な。スーツどうしようかな。うん、今日西成行くよ、西成。西成。うん。西成行くよ。チャリじゃないけど。チャリではないけど、西成行くよ。チャリで行ってもいいけどな。チャリで行ってもいいけどな。チャリで行ってもいいねんけどな。お面してってもいいけどな。お面してってもいいねんけど。どうしようかな。西成チャリンコでうろつく？また。どうせ西成行くんやし。いえ、スーツ着やんでいいし、今日。いつものとこやから、うん。ジーンズでも何でも。居酒屋みたいなとこ行くだけやし。飛びた配信して、怖い人に追っかけられる。でも動画残ったら、多分詰められるで。やばいで。
飛びたできんとかやばいで。どういう意味？あんたの通い先だから。意味が分かる。たこ焼き大食いチャレンジ行く？内緒にしてくれる？で、帰り、飛びたで追っかけられて、かりちゃんのたこ焼き屋でかくまってもらう？かくまって。かくまってもらって、巻き込む？どうしようかな。どうしようかな。こんな土曜日の朝っぱらからお前ら見るもんないのか、マジで。な、20人も滞在しちゃってるけど。あるだろ、他にも見る予約なんていくらでも。なあ、ないのか。ないのか。ねえ。あるやん、うなちゃんマンとかオワコンとかやってるやん。ねえ。君らの好きなももくんとかさ、にゅいちゃんとかさ、うん、やってんじゃん。ねえ、トムチーとかさ、うん、やってんじゃん。行けば？ねえ。行けば？君ら、そんな話好きやろ？なあ。マジで、割とマジで。じゃあ、アイテムいらねえから、ちょっと、じゃあ、お金振り込んで。ジャグラー代振り込んで。りさな銀行、新大阪駅前支店、りさな銀行、新大阪駅前支店、普通口座6216円、6216円、こちらに振り込んで、お金。お金振り込んで、マジで。通知来ないんだけど、ね、入金通知来ないんだけど、入金された、入金されましたって来るんだけど、ね、入金された、入金されましたっていうのが来るんだけど、俺ネットバンキング繋いでるから、ね、すぐわかるんだよ。お金ちょうだい。ね、すぐわかるんだよ、これ。ね、ほら。残高523円しかないんだけど。残高523円しかないんだけど。早く振り込んで。ね。リアルタイムでわかるんだから。リアルタイムでわかるのよ。ね、君ら嘘つこうと思ってるやろ。な。振り込んでよ、振り込んでよって嘘つこうと思って、わかるんだよ、リアルタイムで。トムソーヤ池上。そんなんとね、企画されても、口座さらして振り込みを呼びかけると凍結される。古事記行為はダメだけど、俺ちゃん古事記じゃなくてお布施だから。うん。これ、れっきとしたお布施だから。うん。ね。お布施だから。うん。ね。ね。波折れんげ。お布施ですから。ね。君たちがね、いらん通報とかさえしなかったらね、別にいいんだよ。うん。ありがとう。先生、奥様、ありがとうございます。ね、学会の力舐めたらダメだよ、君たち。ね、学会は大丈夫なんで。ね。はい。だから、早く振り込んで。そう、少し、メイス様ありがとうございます。メイス様ありがとうございます。メイス様ありがとうございます。少し頭をお下げくださいませ。メイス様ありがとうございます。メイス様ありがとうございます。メイス様ありがとうございます。どんだけ暇なんだよ。こんな枠しか見る枠ないの、この時間。かわいそうだな、マジで。ねえ、こんな枠を、こんな時間から見てる君たちかわいそうだな、マジで。うん。同情するわ。同情してあげるから金をくれ。通報するなっつってんだろうよ。なんで通報すんの、君らは。ねえ。どこに通報すんの？ねえ。それはもう映り込みや言うたらこっちの勝ちやねん。ずっとカード映してるね。ずっと口座番号をさらしてるはアウトやで。ね。そのキャッシュカード映り込みやんって言ったらセーフやねん。頭使えよ、頭をよ。君たちはそんなんだからいつまで経っても甘えん坊なんだよ。そんな暇があって、そんな余裕があったら金くれよ、金を。うん。大体ね、みんなあれよね、金くれ、ほんまに金くれない人はブロックしていくからね。うん。なんで CIA にね。なんで俺ちゃん国際的には指名手配されなあかんねん。また追っかけられんのかよ。また俺ちゃん海外の空港一人ぼっちかよ。またお腹すいた配信すんのかよ。いつまでたっても甘えんぼ。ねえ。延長チケットが無駄に1枚残ってるんだけど。なんで延長チケット無駄に1枚残ってんの？こないだ延長ボタン押したのに、なんか延長できんかった時の延長チケットが無駄に1枚残ってるんだけど、俺ちゃん延長なんかすることないだろう。オーストラリアだけじゃないわ、通報されたんは。南アフリカでも通報されたわ。お前らな、ほんまもんのリアルの通報はやめろよ、マジで。警察来るから。しかも日本語喋れるやつじゃないから。
もうこんなもんでええか。100人ぐらい集まったからこれでええやろ、この枠。ああ、日曜日の、土曜日の朝っぱらからね、こんなおっさんの枠を見てるやつがね、20人もおると思ったら日本も終わりやな。日本終わりやで、マジで。なあ。外へ行け、外へ。働け、お前ら。ねえ。バイトしてこいよ。バイトして稼いで、俺ちゃんに見つけよ。なあ。バイトして稼いでな、俺ちゃんに見つけよ。見つけよ。捕まった時、足に鉄球、そんなもんつけられるか。手錠はされたけどね、オーストラリアで。めっちゃ痛かったけど、手錠はされたけどね。あ、そうなの。そんな、警察とくだらないことで揉める配信とか、そんなんいいな。俺ちゃんほら、いつも警察の仲良し配信やんか。俺ちゃんいつも警察の仲良し配信やんか。西成でおじいちゃん拾ったりとか、ね。家の近所でおじいちゃん拾ったりとか。そう、慣れ合ってっからな、俺ちゃんは。俺ちゃん警察、おまわりと慣れ合ってっからな。大体慣れ合ってっから。注意されることないもんだって。君たちみたいにね、生きてて、ね、世の中に迷惑かけてる人間と違って、俺ちゃんはね、あれですよ、いい子ちゃんだから、ね、慣れ合っちゃってるから、仲いいから。手錠は何分で外せたん？警察署から留置場までの、護送される間はずっとやったから、結構長いことはめられてたで、痛かったで、あれ。オーストラリアの手錠、ここ鎖じゃないねん、ここ。ここ鎖じゃないのよ、ここな。ここ蝶つがいみたいになってて、めっちゃ痛いねん。動けへんねんって、こうしか動けへんねん。めっちゃ痛いねん。めっちゃ痛いまんま、痛い言うてんのに、痛いっていう言葉が通じひんから、痛いって言ってんのに、周りがもうちょっときつく締めていいみたいな。痛い言うてんねん、痛い言うてんねん。マジで。大変やったんやね。そのまま外出したら職員室来る。甘い。これで何回も配信してるけど、な、これで職員室を受けたことは一回しかない。しかも、その職員室はこれだから職員室じゃなくって、パトカーお前触ってたって、通報があったんだけど、触ったやろ、お前。パトカー触ったやろってわけのわからんことを言われて、な、パトカー触ってなかったからセーフだった。職員室だけだから。これで、ウィークかぶってても職員室なんか来ないから。うん。プリンセス天候の弟子やなくて、何の話してんの？全然違うで。金梅グループに対抗して後人グループ作ってんねん、今日ね。いや、まあ、その人は誘わないけど。55万円は、家賃生活費、ね、ジャグラー代、競馬代、ね、いろいろ必要です。はい。LINE をリスナーに教えて、LINE Pay をリスナーに無料で一斉に送って、それを、俺に送り返してと頼めば1円も使わずに金になるのになぜやらない。めんどくさいから。めんどくさいから。キャッシュカード移り込んだだけでお金が入ってきたら楽勝やけど、LINE を晒すとか LINE をどうのこうの、もうめんどくさいから。罰金払ってないで。500、何ドルやったあれ。何ドルやったあれ。何百ドル ?5 万ドルやったっけ。払ってないで。5万ドル違う、500ドル忘れた。払ってないで。大阪国やばい。まあまあみんな、大阪こんなやついっぱいおるからな。大阪こんなやつ普通にチャリンコ乗ったり、駅乗ったり、電車乗ったりしてるから。ギャンブルやめて生活とか家賃に当てろよ。じゃあ生活費くれよ。じゃあ家賃くれよ。家賃だけで俺なんぼ払ってると思ってんだよ。ここの家賃が9万6千円。ね、事務所の家賃が3万円。花園町が、7万円。大黒町が4万円。合計23万円。家賃23万円ちょっと。24万円。家賃24万円払って。家賃24万円払って、なんで恐喝やねん。なんでこれが恐喝やねん。お前払いぶぬらーなんか一言も言ってへんやん。払ってって言ってんの。戦争大好き国会議員。あ、いいね。堺市長選挙で立花孝志来るから、俺堺市長選挙見に行こうかな、明日。明日、堺市長選挙見に行って、立花隆のポスター貼り手伝おうかな、ボランティアで。それを配信しようかな。あ、明日で配信決まったぞ。あかん、明日ポスティングせなあかんの、俺。立花隆手伝ってもらっちゃう。自分の仕事やらなあかん。自分の仕事やらなあかんかったわ。ていうか、月曜日の仕事を応募しとくの忘れてるわ、月曜日。
月曜日、そろそろほんまに、今週倉庫行かしてもらえへんかったけど、そろそろ倉庫応募しとこう。マジで。倉庫。倉庫の場合あれないで。テレビショッピングの受電入力業務、これ研修があんねんな。1300円やけど。休憩0分、4時間だけ。6月23日、1日だけ。1日だけとか無理だよ。ちょ、倉庫のバイト応募しとかんと、もうほんまにお前、最近、何、日払い、行けてないから、やばいで、マジで。これ、13時からのやつ、これ応募しとこう、これ。これ月曜、火曜、月曜入れとこうか。27日、月曜日入れとこうか。ちょ、ほんまやばいで。ちょ、ほんまやばいって。もうええ加減その、日雇い派遣も1日ぐらい行かんと、もうほんま金なくなるわ、マジで。26日10時から堺郵便局前。それな。うん。それ行ってポスター貼りして、それ配信して、ねえ。花火飛ぶ？いや、花火飛ぶんやでっけど、お前ら花火飛べへんやん、マジで。ねえ。花火、立花隆さんを応援しに行ってほしい人は花火投げてください。そうそう、顔と名前覚えられていずれな。メガホンです。立花隆さんを応援に行ってほしい人は花火ください。メガホンです。だからメガホンじゃないや。花火っつってんだよ。立花隆さんを応援してほしい、ポスター発掘祭に行けっていう人はね、花火ください。ね。うん、その朝礼ちゃん N 国党から出るかもしれんで。うん、NHK 動画は山ほど作ってるから、ね。うん、そのうち俺ちゃん N 国党から出るかもしれんで、まあ。チャンネル登録者数減ったけど。3人減ったけど。昨日今日で3人減っとるけど知らん間に。なあ。なおさんぽさん忍者です。ね、チャンネル登録者数3人減ってんけど、日雇い派遣ポスティング YouTuber、 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 チャンネル登録よろしくね。この歌耳から離れへんやろお前らな。チャンネル登録しとけよマジでな。チャンネル登録して黙ってお前らミュートでもいいから俺ちゃんの動画をね、毎日毎日再生し続けたらいいんだよ。ねえ。これ名前なんて読むの？なんとかの新赤さん人じゃないです。名前読めないんだけど、この人。なんて読んだ？名前読めないんだけど、おじさん名前読めないんだけど、そういうの。うん、ねえ、あれです、ね。こんなんで20人見てねえで、アホやろ。ふわっちアホやろ。ふわっちアホやな。こんなんで20人見てねえで、お前ら。なあ。こんなんで20人、今、ハート花火が買えるらしいで。ハート花火が。ねえ。今、ハート花火が買えるらしいんだけど。ねえ。俺ちゃんの枠ね、ジャックナイフユートの横におってね、トムチーより上におんねんけど、やばない。ねえ。サワディアちゃんよりも上におるで。なあ。カリちゃんどうしたん？カリちゃんモグラにしてから全然閲覧。カリちゃん、なんか閲覧めっちゃしたいねんけど、大丈夫か？もう、こんなんで、なあ、アホみたいに来んねんで、もう。ふわっちかーんた。ハイレバー FX で溶かすところが見てみたい。溶かすところを配信する前にいつもゼロカッツだから。ね。溶かすところを配信する前にいつもゼロカッツされてるから、残念ながら。見せてあげたいけど見せれないから。うん、俺ちゃんも動画で残しときたいけど、動画で残そうと思ったら、その前にゼロカッツされてるから。うん、ね。瞬速で、高速ゼロカットやから。高速ゼロカッツおじさんやから。だからたまに当たったら1万円が急に6万円とかなるから、びっくりするから。なんかお金増えてんでおい。もう4万円出しといたけど。1万円入金して4万円出しといたから。ね。だから入金した分の1万円プラス3万円取り返しといたから。で、残高あと2万円弱あるから。この2万円弱でね、ちょろちょろこれから遊んでいくんだよ、おじちゃん。
これからこの2万円弱の口座残高をさらしてね、こじき放送してね、アイテムください、アイテムください、あ、ドル円が、ドル円が、ドル円がって言いながらね、あかんて、あかんて、あかんて、やめて、やめて、もう、やめてっていうだけの配信をするだけでね、どん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 ね、こじっていくんだから。アイテムちょうだい、アイテム。課金アイテムちょうだい。こうちゃん大満足。もうスマホ割れたんだけど、もうスマホ割れたわって言って、ね。スマホ割れた芸で、ね。俺ちゃんもスマホ割れた芸できるから。これ見にくいけど、これ見にくい。壊れてるところが見にくいねんけど、割れてるところわかるこれ。このスマホ割れてんだけど、割れてるところがわかんないな、これ。割れてるんだけど、本当は。これ割れてた、ほら。割れてたろ、ほら。ほら。ね、うん、スマホ割れたんだけど、スマホ割れたんだけど、こうやって映しちゃったらスマホ割れてるように見えるだろ。スマホ割れたんだけど、スマホ割れたんだけど、スマホ代ちょうだい。ね、僕そうやって生きていくわ。土曜日の朝っぱらからね、こじきして生きていくわ。22、これちょっと延長しとこう、暇やけど。あのネタもなんもないけど、延長チケット1枚残ってるから、ね、重大発表はもうしないわ。重大発表は後でするよ、重大発表。枠の終わりにするよ、重大発表。あ、あかん。18になったから延長ストップや。20人キープできてたら延長しようかなと思ったけど、ね、20人終わったから延長ストップや。なんで変の？今ええ感じでね、20人で延長しようかな。人は金曜延長チケット使うたろうかな思ったのに、なんで変の？ねえ。いや、おもんない枠やで、この枠言うとくけど。この枠に面白さを求めるなよ、お前ら。ね、面白いこと俺に求めるなよ。面白さなんか何もないからな。面白いことなんか何もないから。面白いか面白くないかは君たちのコメント次第で、君たちが花火をたくさん投げたら俺ちゃんも面白いけど、それ以外何も面白くないから、あ、20人になったな、延長しようか。うん、ね。面白いか面白くないかはね、俺ちゃんがアイテムをいくら、高額課金でもいくらもらえるかもらえてないか、それだけの差だから。君たちが面白く感じるか面白く感じないか、そんなことどうでもいいんだよ。俺ちゃんがお金もらえたらそれでいいのよ。振り込めよ、お金。お金振り込めよ。あ、振り込めよとは今日なんか振り込んでよ。お金振り込んでよ。お金ちょうだい。お金ちょうだい。ね、うちの猫ちゃんたちのおかずをね、ご飯代になるんだからおやつちょうだい。お金ちょうだい。ね、お金振り込んで、マジで。こういったマジで。比較的速やかに。比較的速やかにお金振り込んで。マジで。なんで振り込まないの？ねえ。なんで振り込まないんですか、君たちは。ねえ。なんで他のどうでもええ面白くない枠には花火投げるくせに、ね、コメント読んでほしくって花火投げるくせに俺には振り込まないの？ねえ。ねえ。ふわっちで面白い枠なんかないだろ、所詮。どこ行ったって一緒でしょ。じゃあここにも花火投げろよ。メガホンですー！ねえ。花火ちょうだい、花火。花火ちょうだい、花火。花火ちょうだい。ガラン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 ボテ。外れ。そんなんで花火飛ぶんだぞ。そんなんでロケット花火3つ飛ぶねんぞ。ね、そんなんでロケット花火が3つ飛ぶねんぞ、このふわっちって。ふわっち簡単。ふわっち簡単。花火くれよ、花火、ね。花火をください。花火。ね。なんとか20人持ったまま次枠いけるだろう。ね、めっちゃ5チャンネルに URL 貼ったから、ね、この人数やけど、もう次の枠終わり間際、また閲覧5とかなってるから、これ、ね。いつものメンバーすら残る、いつものメンバーも、半分おるかおらんかぐらいの業になってるから。花火欲しいな。ああ、花火欲しいな。
花火をください。家賃払える分だけ。花火くれよ、花火。ね、55万いるんだよ、55万。ね、55万。適当に言うたけど、55万。いや、ほんま35万か45万でいけんねんけど、ちょっと10万俺ちゃんの小遣い上乗せしといたから。ああ、花火飛ばねえかな。花火飛ばねえかな。花火ちょうだい。あ、もう20に割っちゃうな、これ。割っちゃうね、これ。あら、割っちゃったよ。まあ、今の時間帯ね、大手も配信してないし、ね、どうでもいい思んない枠ばっかりだから、まあ、うなちゃんマンが唯一やってるぐらいか。あとはもう中堅どころがわちゃわちゃやってるだけだから。これ何がおもろいの、これ。ね、君ら、これ何がおもろいの？これ何がおもろって見てんの、君ら。え、おもろいことが起こると思って期待して見てるんだったら大間違いやし、そうやったらふわっち見やんほうがいい。そうやって YouTube 見たほうがいいんじゃ。編集されておもろい部分だけが残ってる YouTube を見たほうがいいんちゃうか。オワコン放送してるやろ。な、だからそんな、ふわっちなんて、そんなね、オワコンを筆頭にオワコンたちがね、こじき配信してるだけなんだから、面白いわけないでしょうよ。こっちはアイテムください、アイテムください言ってるだけで、ね、アイテムくれて、言ってるだけの枠を見て、それ面白いか。一気に4人閲覧減ったんだけど。まあ、黙っとこうかな。黙ってまた一般参加しとこうかな。一般参加。片乳首一般参加しとこうかな。片乳首一般参加。見て、喋ってたら20人割るくせに、黙って手振ってたら20人超えんねん。メガワです。あかん、一般参加ももう効き目なくなってきたな、これ。一般参加でも20人割るようになってきたな。もうやばいな。もう一般参加ももう飽きられとんな、これ。やばない。喋、ね、ってもあかん、黙ってもあかん。じゃあどうしたらいいのよ。ね。どうしたらいいのよ、じゃあ。どうしたら花火飛ぶの。ね。あ、いつも見てます、花火ですっていう人来ないの。ね。あ、いつも YouTube 見てます、視聴料ですっていう人来ないの。もう来てもええ頃ちゃうかな。もう来てくれてもええと思うで、YouTube からでも、ね。YouTube の動画再生だいたい40、50以上あるだろうと、でもこれも俺ちゃん。ね。ね。羨ましいでしょ。ね。羨ましいでしょ。ね。YouTuber なんですけど。羨ましいでしょ。ね。こんなクソカソ配信やってても、これを動画にアップするだけでね、どっかの暇人が間違えてクリックしちゃうんだよ。ネットの世界なんてそんなもんだから、サムネとね、題名だけ適当に作っておけば、ね、誰かが間違えて、これなんや思ってクリックしたら、このアップと一緒で、クリックしたらね、騙されたっていうだけでも、俺ちゃんにお金が入る仕組み、それがインターネットですよ。インターネット簡単。これワンクリック100円とかもらえたらいいのにな。ワンクリックで100円とかもらえたらいいのにな。じゃ、スポンサー代募集しようか。スポンサー大募集しようか。次もスポンサー大募集せなあかん。そろそろ、最近そういえばセサミン飲んでないわ。セサミン飲んでないわ。忘れたわ。セサミンの存在忘れたわ。さあ、ヒゲ剃ろうかな。ヒゲ剃ろうかな。お出かけしようかな、もう。閲覧減ってきたし、お出かけしようかな。花火飛べへんかな。ハート花火売ってるらしいで、ハート花火。なあ。ハート花火売ってるらしいで。ハート花火。ハート花火っていくらすんの？
ハート花火っていくらすんの？値段一緒やん。値段一緒やん。ハート花火も一発500円しかもらわれへんの。だから5万円もらおうと思ったら、100発もらわなあかんの。1100発もらわなあかんの、俺ちゃん。ねえ、バンブサメガンです。バンブサメガンです。ハート花火、ハート花火。ハート花火ちゃうで。ハート、なんで一覧増えてんの、これ。どうしたもう、よっぽど他に見るわけないんだな、君たち。ねえ。君、よっぽど他に見るわけないんだね。もう、どんだけ騙されてくるんだよ、お前ら。うわ。またトップが規制されたわ。なんなん？なんなん？トップが規制されたんだけど。ねえ、俺ちゃんが布団に寝転がってる画像が、何があかんねん。なあ。俺ちゃんが布団にこうやって寝転がって、な、俺ちゃんがこうやってるだけの画像の何が規制対象なん。なあ。それを言うてみよ、お前ら。一生懸命カスどもが通報してるのか知らんけどよ。じゃ、騙されるお前らが悪いね。顔じゃね、顔映ってないわ。こんなトップ画像が、こんなトップ画像が規制やで。頭おかしいやろ、ほんま。なあ。じゃ、マジで。ちょ、ほんまに。運営に電話する。ちょ、運営の電話番号どこ？運営の電話番号。ちょ、ほんまもういい加減にしや、マジで。運営の電話番号どこ乗っとんねん、運営の電話番号。運営の電話番号どこ乗っとんねん、これ。どこや、運営。これか、ご意見ご要望か、ここか。なんか、送信しましたしかできへんなっとんねん、これ。利用規約か。もうなんかもうなかったらしいから、もうええわ、もう。めんどくさい、最低で、ほんまに。なおさんぽさん、今日暑いでしょ？今日暑いね、なおさんぽさんね。暑いからね、おいちゃんね、布団、このひんやり布団かぶってこうやってるだけのね、トップ画像が規制されてんねんけど。このクソサイトはほんまに頭おかしいだろ、マジで。うん。お前ら運営はな、こんなにこのアホなリスナーどもがね、しょうもない通報者、それいち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 一個一個聞くんか。な、大手は何をやってもええのに、過疎がやったらいち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 聞くんか、お前らは。ねえ。スーさん忍者です。ほんとこのサイトクソなんだけど、マジで、ね。トップが規制されたんだけど。トップが消されたんだけど。うん、あ、来た！黙れ、ボンクラ、カスガ。はい、次、家族風呂さん、次、ハート花火投げなかったらもうブロックだから。うん、ね、そういう人いらないから。ね。コメントも面白くなくて、コメントも面白くなくて、アイテムもくれない人はもういらないから、ね、次、そんなこと言ったらブロックだから、バンブーさん目が離す。ね。家族風呂さん、早くお詫びのハート花火投げないとブロック対象ですよ、あなた今。ね。もう今ブロック対象入ってますよ。おいちゃんもマジブロックしてっから。ブロック、白、チンカスが、じゃあ、はい、お言葉に甘えてブロックさせていただきます。さよなら、家族風呂さん、さよなら。もう二度と会わない家族風呂さん、さよなら。はい、ブロックー！はい、ブロックー！俺ちゃん史上三人目のブロック入りました。三人目のブロック入りました。タコパンさん忍者です。俺ちゃん三年やってっけど、まだ、ブロック、三人しかしたことない。三人目のブロック入りました。だって、ブロックしろって書いてあるから。ブロックしてって書いてあるから。うん。さあ、しゃあない。聞かな。聞いてあげな。うん。おちゃん、マジでブロックするから、そんなの。うん。そんなね、花火くれない、ね、コメントも面白くない、ただのアンチ君はね、もういらないです。ね。ね。これで俺ね、家族風呂さんが、いや、そういうつもりじゃなかったんだよ、ごめんよって言って、ハート花火がドーンって飛んでたら、ね、もうしゃあないなーって終わってたのところをね、ブロックしろって言ったんだから。じゃあブロックするしかないよね。ね、みんちゃん。ね、みんちゃん。みんちゃん。チーン。ね。俺ちゃん平気でブロック入れるからね。どん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 ブロック入れるからね、マジで。ガン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 ブロックするからね。
たまになんだけど、俺ちゃんブロックされてることもあるから。うん、この人な誰やろうと思って見に行こうと思ったら、ブロックされているもしくはしているため見れません。いや、俺ちゃん唯一3人しかブロックしてないのに、こんな配信者いないんだけどっていう人が、ブロックしてんのよ。いつの間にブロックしたの？なんでブロックしたの？わかんない。ああ、そんな人もブロックしてたよね。もうびっくりなんだけど、マジで。たまにね、俺ちゃんブロックされてんのよね。で、ブロックしたこともなくて、人の枠にも行かないのに、なんでブロックされてんの？びっくりするんだけど、マジで。びっくりするんだけど、マジで。比較的速やかに大花火をください。ね、花火欲しいんだけど、ね。花火はいつでもね、受付中ですよ、マジで。ね、花火と欲しいものはいつでもね、受付中なんだけどね。うさぎ枠鳴ってないの？鳴ってないの？え、鳴ってないの？うせやん。え、鳴ってない？え、うさぎにいないよ、俺ちゃん。うさぎ、うさぎ、うさぎ。え、じゃあ、俺ちゃん今これ何枠で配信してんの？これ。あ、ほんと、いないわ。いないわ。え、俺ちゃんこれ何枠？え、これ何枠っていうのはどこで見たらわかんの？え、バンなってんの？もしかして、おるちゃん。バンではないよね。え、何枠？え、ちょ、待って。これ何枠？え、俺ちゃん何枠これ。え、何枠なのこれ。うさぎ枠じゃなかったら何枠なのこれ。え、どこで見たらわかんの？この枠が何枠かって何を見たらわかんの？え、何枠なんだろう？え？ウサギじゃない？何なってる？ウサギじゃないと人参使えないよって言って人参もらってるよ。え、どういうこと？え、ウサギ枠、でもウサギ枠のカテゴリーに俺ちゃんいないんだけど。え、なんでウサギ枠にいないの？あ、閲覧がついに超えちゃった。ウサギ枠、あの、なんか、あれ、あるでしょ。平均なん、なんか前月のなんとかがうんぬんかんぬんみたいな。ちょっと閲覧増えすぎて、うさぎ枠から除外された。ついにうさぎ枠外されてもた。うさぎ卒業した。やばない。マーヴェリックさんに忍者です。うさぎ卒業してもた。うせやん。あかんって、あかんって、あかんって、うさぎやっとかな、あんなもん。うさぎ枠でけんかったら、もうまたかそるがな、これ。うさぎ枠が人参もらったりとかね。何うさぎジャンプでね、カモを寄せつけることができてたのにね。うさぎ枠、外されたうさぎ枠、ついに。マジでかよ。マジでかよ。ああ。じゃあ次から何枠でやればいいのこれ。ね。何枠でやったら儲かんの？あー、皆さん、ハートです！ハートきた！ハートきた！ハートきたで。ハートきたで、ちょっと待って。不意打ち食らったから、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと準備に時間かかるから、ちょっと待ってや。待ってや。そんなハートはまだ有効やから、ちょっと待ってや。ルーキー枠もいけない。ジュズとか送らんといかんな。そうやな、ジュズ。波折れ営業、波折れ営業、波折れ営業、波折れ営業。ね。ああね。消費、消防、尿税、症、尿税、症、尿税、体、尿税、域、尿税、さ、尿税、院、尿税、院、尿税、か、尿税、法、尿税、法、ま、公共等、消費、消防、尿税、症、尿税、症、尿税、体、尿税、域、尿税、さ、尿税、院、尿税、院、尿税、か、尿税、法、尿税、法、ま、公共等、消費、消防、尿税、症、尿税、症、尿税、体、尿税、域、尿税、さ、尿税、院、尿税、院、尿税、か、尿税、法、尿税、法、ま、公共等。何名おれんげきょう、何名おれんげきょう、何名おれんげきょう、何名おれんげきょう。海猿さんに世界平和と幸せが迷いますように。なむ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 な
ということでね、ハレルヤー3人じゃないです、プンプン3人じゃないです、ね、さすがでしょ。これぐらいはね、教本読まんでも読めるようになってくださいね、皆さんね。ここのね、ここからここまでね、3回繰り返し読まなあかんから、ここからここまで。ね。うん。消費、消法、尿税層、尿税症、尿税体、尿税力、尿税差、尿税因、尿税炎、尿税化、尿税法、尿税法、膜共闘って、これ3回読まなあかんからね。うん、3回読んでくださいね。お母さん人です。ね。もうね、学会入って3年も経てばね、教本なしでもね、読めるようになってくださいね、そろそろマジで。うん。妙法蓮華経法弁本第二二次千尊十三枚安城二期合社で発祥仏地へ人人無料合地伝門南源南入一切消防百死仏消風の地消費者が仏祥寺の名長いわ。え？ね。納税しろ、印税やめろって聞こえる。なんで納税せんのやかん。お布施ちょうだいしょ、3人です。ね、お布施ちょうだい、お布施。お布施してくださいね、お布施。ね。お布施くださいね、皆さん、お布施。お布施くださいよ。あ、フォローありがとうございます。お布施くださいね。やっちゃう3人です。ね。人参もやけど、畜長のものをね、やって。畜長のモノマネってどういうこと？畜長のモノマネって何？畜長さんとか、前座る人はね、でっかいおりんっていうのは、あれもおりんっていうのかな？あれはコーン鳴らしはんねんけど。あれよ、何？学会員が長い おっちゃん、ね。普通こうやって南明蓮華経、南明蓮華経言ってたのに、南明蓮華経、南明蓮華経、南無南無南無。ナム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 そんなないそんなないでナム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 そんなないで普通に南明法蓮華経だけでいいのにナム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 そうナム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 っていうのと最後のシーシー言うあれはなんなんシーシー言うてなんか歯に詰まってんのシーシー言うてはるけどなんか知らんけどシーシー言うてはるのあれ歯になんか詰まってんのね。あ、原油どうなりましたか。貧乏トレーサーいないです。原油利確しちゃいました。今日朝、ツイッター画像に送ってたように、最初に1万入れた1万円、1万円入れて、4万円出金して、今残高が2万円割っちゃいました。19,300 円ぐらい。ってことは、49,000 プラス。昨日1万円ぐらい凹んじゃったんで、うん。昨日1万円以上凹んだかな、うん。そうそう。ちなみに昨日、外1万7000円負けてるから、大赤字なんだけど。めちゃめちゃ大赤字なんだけど、ね。だからね、花火ください、花火。よっ、おいちゃんやで。ま、マジンさん、ツイッターいいねです。ね。ね。結局ね、一番いいところよりかは1万円ちょっとぐらいね、へこんじゃってるけど。昨日また iPhone さんだからプラ4万ぐらいいくかな思ったけど、2万割っちゃってるからね、今ね。海田さん、風さんです。座談会のお題目の途中に遅れてきた人のモノマネ。え、それモノマネって言うの？いや、座談会あるあるやけど、座談会あるあるやけど、普通に、こんばんは、こんばんは、私、おざぶいいから、私ここでいいから。そんなね、座談会の途中で遅れてきたおばちゃんのモノマネ、誰が見てわかるん、これ。55万円の内訳は、家賃が23万円で、家賃が23万円で、各経費が、5万円ぐらいで、FX 代、エアコン代、エアコン買わなあかん、エアコン買わなあかんね、エアコン壊れた。今思い出したんかい。エアコン修理するのに5万円かかるらしいから、もう私の顔を持って、エアコン14万円ぐらいの、14万円ぐらいのプラズマクラスターエアコンが欲しいから、ね、うん。ね、で、あと、あれよ、ジャグラーダイエット。びっくりしたわ。ダイエットできるってどういう意味？ダイエットできへん。なんでダイエットできん？エアコンが壊れてなんでダイエットできん？汗かくだけやん、そんな。平熟さになるだけやん。やばいね。うちの猫ちゃん死んじゃうよ。ね、猫ちゃん死んじゃうよ。ね、マジで。
猫ちゃんのご飯代と、ね、俺ちゃんのご飯代と、ね、俺ちゃんの酒代と。55万円。毎月55万円いるから、これから。毎月55万円をこじることを目標にね、これからふわっちょをね、継続していきます。そうそう、あの、トップが規制されてんのよ、トップが規制。いつものようにね、こうやって、こうやって、このトップ画像、ちょっと待って、このトップ画像が規制されてどういうこと？ね。意味わかる？このトップ画像が規制。これがなんか性的な画像ですか？これ。ね。これが性的な画像ですか？ね。そうそう、ああ、猫ちゃんの餌お願いしますね。他のお姉ちゃん配信者谷間とか見せて、な、やらしいサムネいっぱい載っとんのに、なんで俺ちゃんだけやねん、トップが規制なの。あ、新人足りんから。ちょ、ほんまにね、あの、俺を監視対象にすんのやめろよ、クソ運営を。マジで。な。YouTube でふわっち宣伝してあげてんのに、ね、俺を監視対象にするのやめろよ。ね。YouTube でふわっち簡単で検索してみれば、俺ちゃんの画像、動画、ダーン出てくるから。YouTube で、ふわっち簡単って検索してごらん。YouTube で。YouTube でふわっち簡単って検索したら、もう俺ちゃんの動画山ほど出てくるから。なんでか知らんけど、ヨシエの動画もあるけど、ね。ふわっち簡単で検索したらね、山ほど俺ちゃんの動画出てくるんだから。ていうか、Google 検索しても俺ちゃんだらけなんだけど。ふわっち簡単で Google 検索したら、俺ちゃんのね、サムネ画像が山ほど出てくるんだ。気持ち悪いんだけど。ああ、マジで。マナティの真似してるから、あ、マナティが規制対象なの。マナティ JK やからかな。マナティ JK やから。JK はやっぱさすがにな、そういうのやったらあかんと思うけど。監視されてないだろう。え、されてないの？え、じゃあなんで規制されんの？おちゃんすぐに。なんでおちゃんすぐ規制されんの？投げ押しさん、KP5 回です。はい、皆様もご唱和ください。だみょーれんげーぎょー、だみょーれんげーぎょー、だみょーれんげーぎょー、なむ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 。学会で検索した24万ページ目って、どんだけ後ろなんだよ。どんだけ後ろなんだよ、俺ちゃん。いや、逆に学会で検索して、俺ちゃん出てきたら、俺ちゃんびっくりするわ、これ。これのまま出てきたらびっくりするんだけど、マジで。学会、創価学会で検索して、俺ちゃん出てきたら、もう俺ちゃん本当に座談会行けなくなるわ。あ、匿名さん、ピコアです。君ら、ようこんな古いアイテム持ってるよな。ねえ。こんな古い、いつの時代のアイテムっていうのをよう持ってるよね、君ら。びっくりなんだけど、マジで。ねえ、なんで持ってんの？すごいわ。ちなみに、この枠、ね、延長してるから50円かかってるんだけど、今14円なんだけど。海軍カレーです。よう持ってるね、あなた。あなたよう持ってるね。どんだけふわっちヘビーリスナーなんだよ。どんだけ何ふわっち見てんだよ。すごくない？ちなみにまだ14円だから、この枠ね。何これ？あ、ジャックさんだったな、そんなん。ジャックです。いや、おかしいや。おかしいや。で、大学の次に降りてるの、おかしいや。あ、カズワさんおはようございます。皆さんです。特別さんいるからです。ね。はい、ということでね。はい、皆様もご唱和くださいね。なんみょーれんげーぎょー、なんみょーれんげーぎょー。あ、なんみょーれんげーぎょー、なむ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 。アイテムをくれた方々、幸せと世界平和が訪れますように、なむ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 。ね、うん。まだこれでも16ポイントなんだけど。うん、これでもこの枠16ポイントなんだけど、うん。あ、ごめんなさい。間違えた。15ポイントなんだけど。この枠まだ15ポイントなんだけど。おちゃん赤字なんだけど。延長チケット50円使ってるからね。35円赤字なんですけど。図段階終わった後に数人残ってる人の名前。なんでそれ知ってんの、うん、あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、何せ、またね、またね、またね。あ、次また、座談会の時連絡する、またね。お疲れ様でした。あ、そう。何さ、病院行ってるみたいな。うん。あ、手術すねはんねんて。手術じゃはんねんて。だよな。うん。何の会話しとんの、おばちゃん。そんなものまで誰もわかれへんやん。
ねえ、なんもわかねえ。マジンさんから、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 風船です、風船です、風船です、マジンさん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 風船です、これで、ね、これで今ね、ちょっと待ってね、残高見るね、これで、これで、今現在この枠のポイントが29ポイントでございます。29ポイントでございます。あとね、21円ね、俺ちゃん赤字なんですね、これね。うん、残念ながらね。こんだけみんなが頑張って投げてくれてもね、この枠赤字なんですよね。うん、残念ながら。うん、29ポイントでございます、今現在。あと21ポイントで、ね、トントン。マジでハムザースマジでハムザースマイさんふざーす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 ちょ、数が分かれへん、これ。ちょ、画面が一緒すぎて数が分かれへん。数が分かれへん。何個飛んでんの、これ、風船。ま、ちょ、5個大きくらいに違うの混ぜてもらえ。あ、マイさんふざーす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 シャーさんめごはーすマイさんばごはーすマイさんふざーすマイさんふざーすシャーさんふざーすマイさんふざーすマイさんふざです、マイさんふざです、バーバーです、マイさんふざです、メガハです、シャーさんメガハです、マイさんふざです、マイさんふざです、マイさんふざです、シャーさんふざです、マイさんふざです、マイさんふざです、マイさんバーガーです、シャーさんメガハです、貧乏トレーナーさんハートです、シャーさんふざです、さあ、これでいくらでしょうか。あ、じゃあ、メガハです。ボロ儲けではないけどね。まあ、今、現状のポイントが、65ポイント !65 ポイントシューチャーさんメガハですマジさんフザーシャーさんフザーですマジさんフザー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 数おてる？数を取る。ちょ、連打されたら数が、6個以上連打されたらもう、7個以上連打されたらこれ増えてるか減ってるか分からへんねんけど。これで、マジさんバーガーです。では皆様ご唱和くださいね。はい、最後にご唱和くださいね。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経、南無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 。アイテムをいただけた方だけが世界平和と幸せに舞いやりますように。ナム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 。ということでね、この枠もね、赤字にならずに済みました。ありがとうございました。ね。うん、やりゃできるんだよ、やりゃ。ね、74ポイントもあるんだけど、24円も儲かってるんだけど、74ポイントで、ね、おじちゃん50ポイント使ったから24ポイント余ってるんだけど、うん24円儲かったんだけど。ポスティング24回、24枚分。24カターン儲かったんだけど。24カターンでかいで言うとくけど。一軒家で言うたら一つの町ぐらいできるで。3回目の南無法蓮華経がちょっと違うのはなんでなんだろう。これは学会あるあるなんだけど、うちの地区、本部長さんの南無法蓮華経って、1回目と2回目のケツのとこと3回目が違うねんけど、なんなん？南無蓮華経、ここ普通やん。2回目の、南無蓮華経、あ、なんで、なんか裏返った声、声裏返ったで、今。3回目が、南無蓮華経、なんみたいな。なんで2回目のケツと3回目が、2回目と3回目の間の間もちょっとなんか長いし。これなんなんこれはなんかあんのルールがあんの？わからんねんけど。まあ、それはね、今後の座談会をお楽しみに。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。おいちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ね。振り込みお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ほなな。ほなな。